ユムジャーギン・ツェデンバルは、モンゴル人民共和国の政治家。モンゴル人民共和国元帥。ヨシフ・スターリンの70歳の誕生日を祝うもう、タクトウ、ウルガーリン、スターリン、ウルブリヒト、チェンデンバル1916年9月17日に、大モンゴル国のオブス県に誕生する。イルクーツクザイム学院を卒業し、1940年3月から4月の、 モンゴル人民革命党第10回党大会において24歳の若さで当初期長に就任した。ホルロー議員チョイバルさんの死後、1952年5月28日に閣僚会議議長に就任。1954年4月には当初期長職を退き、公認にダーシン・ガンバーが第一書記に選出された。ソビエト連邦でのスターリン批判に抗応して、 チョイバルさん批判、チンギスハーン批判を行う。それに反対したとして、ニャムボートゥムルオチルなどが民族変更主義者として追い落とされた。1958年に当初基長に再度選出される。1960年に憲法改正を行い、国民の権利を幅広く認める反面、社会主義体制を支持する義務を国民に課した。また、 ダルハン氏を建設した。1960年代から表面化した中祖対立では一貫してソビエト連邦支持の姿勢を取った。1960年代に中華人民共和国を批判する書簡を送ったり、1970年代後半にも中国の脅威に対して火薬を乾かしておく必要があると話したという。この結果、もともと地政学的に難しいモンゴルの 国家的存立は保障されたものの、ソ連に依存、癒着した政治体制が続くこととなった。1972年2月24日には、日本とモンゴルの間に国交を樹立させ、1977年8月25日には、経済協力協定を締結して、ノモンハン事件の賠償金を得た。1974年6月11日の、 第八期人民大会議第3回会議において、首相職をジャムビーンバトムウンフに譲り、国家元首である人民大会議幹部会議長に満場一致で選出された。1979年8月14日、春葉川戦勝40周年記念に際して、モンゴル人民共和国元帥の称号を授与され、17日に授与式が開催された。また、 モンゴルの最高栄誉であるスフバートル勲章を5回、レーニン勲章も3回受賞するなど、地位、名誉ともに最高を極めた。ただ、ロシア人女性アナスタシア・フィラトワと結婚するなど、国民の評判はかんばしくなかった。1980年代は認知症が原因とも噂される記憶喪失症を抱えながら、初期朝食にあった。当政治局会議では、 議長を務めながら同じことを繰り返し聞き返したと言われ、党幹部の諸む蛇むつや、マイダルが傍らで補佐した。1981年の党大会以後は、その疑い深い性格が蘇り、多くの党、政府幹部が解雇され、国内の不満が講じ始める。しかも中所関係の改善が進み、従来からのソ連指導部による指示も得がたくなっていた。 1983年11月にソ連共産党政治局会議においてモンゴル問題が提起され、セレンバルの辞職が本格的に検討され始めた。そして1984年2月の政治局において健康状態の悪化による自発的辞任が決定される。同年夏、セレンバルが例年の健康診断のためにモスクワに向かったところ、医師団は8月3日、 渋滞により、職務遂行不可能とする診断書に署名。ソ連指導部は、この診断結果を、モンゴル指導部に通知した。8月23日、人民革命党中央委員会第8回臨時総会は、セデンバルを、初期長及び、政治局員から、解任、公認に、バトムンフ首相を選出した。また、同日、人民大会議第5回臨時本会議においても、 人民大会議官部会議長から解任され、議長職は空席とされた。晩年はモスクワに家族で居住し、その地で死去した。1978年に放送された NHK 特集大草原の祭りモンゴルを行くでは、セレンバルがナーダムの開催宣言を行っている。バトバイアル64から65ページ、バトバイアル81ページ中に、 アジア動向データベース1974年、モンゴル重要日誌アジア動向データベース1979年、モンゴル重要日誌、モンゴルツエデンバルバッチ、気象はバッチにして、ピン2008年2月17日付けバトバヤル、95ページ、バトバヤル、96ページ、アジア動向データベース1984年、モンゴル重要日誌、ありがとうございます。